まもなく、2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋犬山方面の犬山経由岐阜行き準急です。金山名古屋佐高上尾西原・岩倉の順に止まります。この準急は犬山から普通に変わります。まもなく。 一番線に電車がまります。黄色い線までお下がりください。名古屋・犬山方面の犬山経由岐阜行き急行です。金山・名古屋・佐藤・下尾隊・中尾隊・上尾隊・西原・岩倉の順に止まります。まもなく一番線に電車がまります。 黄色い線までお下がりください。名古屋、犬山方面の犬山経由岐阜行き、急行です。金山、名古屋、佐向、上尾西春、岩倉の順に止まります。この急行は犬山から宇通に変わります。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、 犬山方面の犬山経由岐阜行き急行です。金山名古屋佐高上尾対西原、岩倉の順に止まります。この急行は犬山から普通に変わります。まもなく一番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋岩倉方面の犬山行き。 急行です。金山、名古屋、佐藤、下尾隊、中尾隊、上尾隊、西原、岩倉の順に停まります。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、犬山方面の新宇沼行き、普通です。金山、三能、名古屋の順に停まります。 まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、犬山方面の犬山行き一部特別車の特急です。金山、名古屋、岩倉、江南、柏森に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかミューチケットが必要です。 まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、犬山方面の新沼行き一部特別車の特急です。金山、名古屋、岩倉、江南、柏森、犬山、犬山遊園に泊まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか ミューチケットが必要です。まもなく1番線に電車が回ります。黄色い線までお下がりください。名古屋方面の塚口行き一部特別車の特急です。金山、名古屋に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、 ミューチケットが必要です。まもなく1番線に電車が回ります。黄色い線までお下がりください。名古屋・一宮方面の岐阜行き、一部特別車の快速特急です。金山・名古屋・神宮・一宮・新木曽川・笠松に停まります。特別車は1号車・2号車で、 座席は指定です。特別車には乗車券のほか、ミューチケットが必要です。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋・一宮方面の岐阜行き、全車特別車のミュース会です。金山・名古屋・神宮・一宮に泊まります。 このミュースカイの座席は指定で、ミューチケットが必要です。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋、津島方面のさやゆき、一部特別車の特急です。金山、名古屋、塚口、地目寺、木田、諸端、津島、日比野に止まります。特別車は、 1>, 1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、ミューチケットが必要です。お客様にお願いいたします。名鉄では鉄道全駅において、終日、金…まもなく3番線に電車がまいります。黄色い線までお下がりください。大田川方面の中部国際空港行き、 急行です大江大道町大田川終わり横須賀寺本朝倉の順に止まりますまもなく3番線に電車が参ります黄色い線までお下がりください大田川方面の中部国際空港行き急行です大江大田川終わり横須賀寺本 朝倉の順に停まります3番線から電車が発車しますご注意くださいまもなく3番線に電車が参ります黄色い線までお下がりください大田川方面の神和行き快速急行です大田川、南鍵谷、辰巳ヶ丘の順に停まります まもなく3番線に電車がまいります。黄色い線までお下がりください。千田半田方面の高和行き、一部特別車の特急です。大田川、南鍵谷、辰巳川岡、あぐい住吉町、千田半田、青山、千田竹豊、福井、高和口に停まります。特別車は1号車、2号車で、座席は指定です。 特別車には乗車券のほか、ミューチケットが必要です。次、4番線は普通、良吉田行き8両で参ります。呼び継ぎ桜、元笠寺、元星崎では後ろの2両、ドアが開きません。ご注意ください。途中、なるみから急行に変わります。 後ろの四両はなるみで切り離しをいたしますまもなく四番線に電車が参ります黄色い線までお下がりください新安城方面の吉良吉田行き普通です堀田呼び継ぎ桜元笠寺元星崎なるみの順に止まりますこの普通は 鳴海から急行に変わります。まもなく、四番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。鳴海行き、普通です。降りた、予備次、桜、元笠寺、元星崎に止まります。まもなく、四番線に。 電車が参ります。黄色い線までお下がりください。新安城方面の吉良吉田行き急行です。降りた鳴海前後智龍新安城の順に止まります。この急行は新安城から普通に変わります。まもなく4番線に電車が参ります。 黄色い線までお下がりください東岡崎方面の稲行急行です堀田鳴海有松前後知流新安城東岡崎の順に停まりますこの急行は東岡崎から準急に変わります4番線から電車が発車しますご注意ください まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の高行き急行です。降りた鳴海、前後、知里新安城の順に止まります。この急行は新安城から準急に変わります。まもなく4番線に電車が参ります。 黄色い線までお下がりください。鳴海方面の豊垣行き急行です。降りた鳴海の順に止まります。この急行は鳴海から普通に変わります。まもなく四番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の稲行き準急です。 堀田、鳴海、有松、中京競馬場前、前後、豊明、知流の順に停まります。この準急は、新安城から普通に変わります。まもなく、4番線に電車がまいります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の稲行、準急です。堀田、鳴海、有松、 中京競馬場前、前後、豊明、智竜の順に止まります。この準急は東岡崎から急行に変わります。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。鳴海み、智新安城、 東岡崎港に止まります特別車は1号車2号車で座席は指定です特別車には乗車券のほかミューチケットが必要ですまもなく4番線に電車が参ります黄色い線までお下がりください東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です 支流・新安城・東岡崎・港尾・稲に停まります。特別車は1号車・2号車で、座席は指定です。特別車には乗車券のほか、ミューチケットが必要です。